まあ、日本で今少子高齢化で人口がどんどん少なくなっていくというふうに言われてますけれども、そういった中でその市場をこう海外に求めに行くっていうことはい、は海外にも今やらさせていただいてます。まあ、そんなまだ大きな金額ではないけれども、海外にもやっていきたい、もっともっとやっていきたいと思います。でもやっぱり国内でもね、やっぱり年齢構成が変わってくるから、まあ、50年ぐらい前だったらば、その時の60歳の人たちっていうのはポテトチップで食べたこともなかった、あるいは食べる気もしないっていう世界だったかもしれないけど、今のもう50、60の人はポテトチップって生活の中に入ってますからね。やっぱりその幅が上には上がってると思うんですよね。だからそういう人たち向けの商品、まあ、それは必ずしも健康かどうか分かんないけれども、そういった商品もあるだろうし、40代ぐらいの人たちなんか結構やっぱ食べてくださってる食べ方てがま多いす、食べし、てます。はい、まあ、40代だと。だそういうね、人たちがもう最初からなしたことはないと思うんです。そういう人たち、あ、自分たちに向けて作った商品だこれっていうような共感を得ていただけるようなものを作っていきたいなって思いますね。それが、あ、こういうの求めてたんだっていう声があればね、それこそまさにその人に対する貢献であるし、お役立ちでしょうって思うんですよ。で、食べたらまずいだこの野郎って言われたらダメなんだけど、食べて、ああ、なるほどっていうんであればね。で、今日いろいろお話伺ってまいりましたが、最後にぜひですね、御社に興味を持って、それこそ御社で働いてみたいなというような方だったり、あとは御社の製品が好きで消費者として御社を応援されていらっしゃる方に最後メッセージを一言。まあ、一生懸命ですね、皆さんに喜んでいただける、それはもう自分勝手かもしれないけど、私たちが考える、で、まあ、私たちの仕組みの中で考える、まあ、お客さんに喜んでいただける商品を、みんなで一生懸命考えて作ってますので、お買い求めいただければありがたいし、なんかいろいろそうは言ったって違うじゃないかっていうご意見があったら、どんどん遠慮なくおっしゃっていただきたいですね。それから、まあ、うちに入社していただきたいっていう方が、まあ、いらした、まあ、そういう人たちに向かってはやっぱりどうだろう、私はいつも思うんですけどね、やっぱりそういった同じことなんで、お客さんに喜んでいただきたいと、人に喜んでいただきたい、そういった思いを持ってる人に来ていただくのがいいなっていうふうに思いますね。話はね、ちょっとあれなんですけどね、まあ、うちの社員の話ですけども、よくブランドってね、テレビ宣伝だとか雑誌広告だとか、やっぱそういうので作っていくってイメージがあるし、まあ、実際そうなんだけど、でも本当は人が作っていくんじゃないかなって思うんですね。どういうことかっていうと、例えば A 社っていうのがあって、すごくこう評判がいいと。ところがその A 社の社員さんがうちの隣に住んでると、とっても嫌なやつなんだよこいつって言ったら、それいくら A 社が世界的に認められてるいい会社って言われても、我々は個人的に好きじゃないなってなるんじゃないかと思うんですね。逆にあんまり名前の知られてない会社があったとしても、でも隣に住んでるそのなんとかの人ってとっても感じがいいんだよねって言うと、なんかファンになっていくって。で、やっぱりブランドだとかイメージとかっていうのは人が作る、人しか作れないって思いますね。みんな一人一人がどういう気持ちで働くか、どういう気持ちで、外の人たちと接してるかってとっても大事だと思うんですね。ただやっぱりそういう、まあ、社員さんたち、私がうちに来てくださる人たちがそういった気持ち、そういう考え方に、違うよなって言うと難しいんじゃないかと思います。そうだよなって思える人に来ていただきたいなっていうふうに思いますね。そういう仲間がたくさん増えて、また世の中をあっと言わせる面白い商品が、たくさん生まれていくことを、心から、期待しつつ、本日はたくさんお話を聞かせていただきいやいや、こましちて、らこ本当そにありたがくとうさございん引き出していただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくどうもありがとうございます。